坂井紀子さんと大美学さんが薬で逮捕され話題となりましたが、絶対に隠したい真実が存在しているようです。衝撃の内容はこちら。そもそもどんな事件だったか。坂井紀子さん、2009年8月、坂井さんの夫が駐車中の車内で覚醒剤を隠し持っていたところを逮捕されたところから話が始まります。警察の調査で坂井さんの自宅から微量の覚醒剤と坂井さんが使用したと思われる唾液が付着した吸引具を発見。坂井さんへの逮捕へ踏み切りました。事件後は自叙伝の食材を出版し話題となりました。大美学さん、こちらも2009年8月、六本木ヒルズのマンションの一室で愛人の銀座ホステスである田中香織さんと共に覚醒剤を服用。容態が急変した田中さんを放置し、自己保身のため救急車も呼ばず、田中さんを死に至らしめた保護責任者遺棄致死罪と麻薬取締法違反で逮捕されました。これが原因で妻の矢田亜希子さんと離婚しているようです。黒幕はどのように事実と絡まっているのか。実は黒幕は森友紀さんのようです。この人、森喜朗前首相の息子さんで、急性水炎による多臓器不全のため46歳で亡くなっています。大美学事件で関係が指摘されています。ある警察関係者が言うには、この事件では当初から、例えば田中さんの体内外から複数の男性の体液が検出されるなど、某単独ではなく複数の男性の関与が囁かれてきました、と話しています。その複数の男性の一人がオリンピック水泳金メダリスト圭島さんと噂されています。その森さんと圭島さんのスケープゴートとして大美さんが利用されたというのです。黒幕は水。この事件で六本木ヒルズの監視カメラが解析されました。しかし、この監視カメラは裁判で証拠として一度も採用されていないのです。解析した結果、政治的に強大な人物が映っていたから、それを取り上げることを避けていると考える方が自然ですよね。さらに、この事件の相関図を見てみると、バックには強大な姿が見られました。パチンコ卸売会社の社長は医師です。覚醒剤で逮捕された清原さんともコネクションがあり、さらに清原さんは、匙指寺に行っています。この匙指寺の住職様は池内景観さん、北朝鮮とも日本の政治家ともコネクションを持っている人物です。追えば追うほど踏み込んではいけない領域に行ってますね。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画がたくさんの方に見ていただけるように拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッド